庭は有志かもは、日本の実業家、市民活動家、環境活動家、大学講師。朝鮮生まれ。1945年太平洋戦争終結に、伴い、北海道に引き上げ。北海道札幌北高等学校卒業。1966年、北海学園大学経済学部卒業。北海道共同組合通信社に入社。 1972年同社を退社し、株式会社には企画研究所を設立。その後、札幌市 PTA 協議会会長。1983年クリエイティブコア株式会社代表取締役社長。1992年、洛農学園大学環境システム学部では、非常勤講師として、北海道産業論を担当。 1995年社団法人日本 PTA 全国協議会副会長札幌市社会教育委員2000年札幌市教育委員会教育委員長このほか、NPO 法人浜辺と海をきれいにする会会長や札幌21の会会長を務めた現在は株式会社には企画研究所代表取締役社長 特定非営利活動法人バラトガワ、環境市民フォーラム代表理事。NPO 法人北海道域外のいの海ミ委員。2006年より、湘南工科大学工学部人間環境学科、非常勤講師も務める。在学中は、エビナ建造済みに所属。ありがとうございます。